十三階段は2001年に講段社から発行された高野和明の長編ミステリー小説。同作者のデビュー作である。2003年に同題で映画が公開された。仮釈放中の青年と定年間近の刑務官が冤罪の可能性がある死刑囚を救うため、10年前に起こった殺人事件の謎を追う。第47回、江戸川乱歩賞受賞作品。 本作は、高野和明のデビュー作であり、江戸川乱歩賞を選考委員の満場一致で受賞したことから話題となった。40万部を売り上げ、乱歩賞受賞作品の中で最も早く高い売り上げ、記録を達成している。ストーリーは2年前に人を殺め服役していた青年とベテラン刑務官が10年前に起こった冤罪の可能性がある事件の真相を解くというもので。 あるが、死刑制度を含めた刑の重みや、刑務所の機能などがテーマとなっている。仮釈放した、福疫衆、三上淳一に、定年間近の刑務官、南郷昭治がとある仕事を持ちかける。それは10年前に起こった、殺人事件の再調査であり、犯人とされる、死刑囚木原涼の冤罪を晴らせば、多額の報酬がもらえるというものであった。 民事賠償で家族が困窮を極めていた三上は、その話を受ける。事件は10年前、千葉県中港群で起こり、ベテランの保護士夫婦が斬殺されたというものであった。犯人とされる木原亮は、事件現場近くでバイク事故を起こし意識を失っていたところを発見され、状況証拠によって、犯人とされ死刑判決を受けていた。ところが、木原自身は、バイク事故の影響で、 階段を登っていたという、おぼろげなこと以外、事件前後のことを思い出せなくなっていた。死刑執行まで、あと、約3ヶ月。木原の言う、階段をヒントに三上と南郷は中港軍で調査を始める。やがて、三上と事件の意外な共通点が浮かび上がってくる。2003年2月8日公開。ありがとうございます。